ロングヘアとショートヘアロシアン、トイテリアは、ロシアのモスクワ原産の愛顔犬種の一つである。別名は、ルスキートイ、モスコビアンミニチュアテリアなど。ロシアの切って19世紀から20世紀の間の期間に、イギリスからイングリッシュトイテリアという犬種が輸入され、ソ連の貴族に人気を博した。これと中国のチャイニーズクレステッドドッグの、 パウダーパフタイプの犬を掛け合わせてできた犬種も本種とは何らかの関係があると言われている。後に、イングリッシュとイテリアは裕福な市民階級の人にも飼育されるようになったが、後に起こった戦争の影響により頭数は大幅に減少してしまった。これに加えて、イギリスからのイングリッシュとイテリアの輸入が禁止されてしまったため、ロシアでは完全に人気が廃れてしまった。 しかし完全に愛好者がいなくなったわけではなく、1950年代に入ると生き残っていたイングリッシュトイテリアをもとに、新たなオリジナルの剣種を作出することが考案、計画された。作出には、パピオンやミニチュアピミシャー、ロング種とスムース種の両方のチワワが用いられている。1964年に、ロシアでドッグショーにデビュー。 1966年には公式なスタンダードが発表され、剣種として仮公認されるまでに至った。しかし、1970年代になると人気は薄れ、希少化してあまり目立たない存在になってしまった。1990年代から愛好家が集い、さらなるブリードの強化と知名度の向上活動を行ったことにより、近年は知名度と人気は、 世界的に急上昇している。旧ソ連の衛星国にも輸出され、年々頭数を増やしている。とはいえまだ頭数は少なく、多くはロシアで飼育されている。日本ではまだあまり知られていない犬種だが、2009年に初輸入が行われ、2010年度の国内登録頭数順位にランクインした。比較的飼育のしやすい犬種であるため、 今後日本でも頭数が増えて人気が出るのではないかと言われている。華奢な体つきをした犬種である。短めの先細りのマズルを持ち、頭部の形はアップルヘッド。チワワと比べると頭部は小さめで、目のサイズは普通である。足は細く長い。コートは2つのタイプがあり、それぞれ容姿と性格は大幅に異なっている。 コートタイプの一つは長めでしなやかな毛のロングコートタイプで大まかな容姿は大人びたロングコートチワワに似る。毛色はレッドやフォーン、チョコタンなど。耳は飾り毛のある大きな立ち耳、尾は細く先細りで飾り毛があるタレオ。性格は穏やかで優しく落ち着きがあり知的である。もう一つのコートタイプはショートコートタイプで こちらはミニチュアピニシャーに似る。さらりとしたスムースコートを持っていて、毛色はブラックタミヤ、チョコタン、レッド、フォーンなど様々である。こちらも耳は大きなタチ耳、尾は先細りのタレオだが飾り毛はない。また尾は短めにダウンをされる。性格は活発で家族に対し友好的だが気が強く見知らぬ人には吠え立てる傾向にある。 ショートコートタイプのこの性質は、テリアキャラクターという、テリア剣特有の気少に近い。このように、両タイプは、性格や容姿に大差があるため、別犬種として扱った方が適切なのではないかとする、意見も根強い。しかし、フシーは、特にこれといった動きは見せていない。ちなみに、世界的にも、圧倒的に、ロングコートの方が人気が高いが、ロシアでは、 ロングコートタイプを愛眼犬ショートコートタイプを実用犬として、飼うのが適切であるという考え方も存在していて、ショートコートタイプだけが特別に毛嫌いされているわけではない。体高20から26センチメートル、体重1.3から2.7キログラムの小型犬で、しつけの飲み込みや状況判断力などは突出していない。 体が小さく運動量も少なめであるため、都心部での飼育も可能である。ありがとうございます。